はい、どうもゆきおでございます。本日もゆきおとワインやっていきましょう。ワインはこちらですね。はいはい。さあ、今回はフランスの赤ワインでございます。場所がね、ルーションっていう地区なんですけど、まあ南だね、本当にフランスの南の方で、まあ南というかね、あのプロバンスとかそういったあの地中海沿いのね、あの都市がいろいろある場所があるんだけど、その辺からさらにスペインの方に行って、もうほぼスペインぐらいの位置まで行ったところにルーションっていう地区があって、まあそこの生産者のワインなんだけど、生産者が、ル・ブー・ドゥ・モンドっていう生産者ですね。初めて飲みますあの全然知らないワインだったので、もともとでちょっとおすすめというかね、これちょっといいよっていう感じで言われたので、あ、じゃあちょっと試してみようかなって思ってね、まあ、知らない生産者なんで、まあ、どういうのかなっていうのが気になって、購入してみました。2900円かなっていう感じなので、まあまあ3000円切ってるものなので、お手頃かなとも思うんですけど、ただねこれ今ルーションっていう風に場所行ったんですけど、ルーションってね、なんかイメージ的には結構この暑い感じのね場所で、ブドウもすごいこう、まあ、熟した感じのね、しっかりとしたタイプの果実味豊満なねワインができるような印象なんですけれども、なんかねこれあの生産者のね情報とか調べてたら、意外とこれね軽めな感じというかね、ジューシーな風に仕上がってるんではないかという風に書かれておりました。その理由はなんとアルコール 12% っていうね、この地域だとね 14% ぐらいあってもおかしくないような感じがするんだけど、 12% だからすごいね飲み心地がいいんじゃないかなと思います。使ってるブドウはシラーとカリニャンかな。そうですね、シラーを、まあ、主体にして少しカリニャンが入ってる感じになっております。うん、でこれブドウ、ブドウじゃないや、ワインの名前がレシャペベル、レシャペベルっていう名前なんだけど、まあ、そのこれをなんか醸造したヴィンテージがねすごく難しい年だったらしくて、その年難しかったんだけど、なんとか乗り越えてワインができた、なんとか乗り越えたよっていう意味があるレシャップベルっていう意味でね、ワインの名前になったらしいですね。うんうんうん、難しい年だったんだ、なるほどね。はい、という感じで、まあ、とりあえず飲んでみましょうということでやっていきましょう。ゆきおとワイン、色合いはね、まあ、結構ね紫主体だね、若々しい色で紫主体で、まあね、ジューシーな感じの色っていう感じで、まあ、ちょっと中心濃いかなっていう感じかな。うん、それではいただきましょう。香りがねフレッシュだね、すごい今ふわっときた。うん、あー、これはもうね、あの、あー、でも綺麗だね。あのね、やっぱりこの方もすごく、まあ、作り方が、まあ、ナチュラルというか、まあね、あの余計な手は加えず本当にブドウの力だけでね、あのワインにしたっていう感じの、ね、生産者で、まあ、すごく多分作り方とかもものすごく、野生酵母とかね、そういう風なので多分発酵させたりして、ね、いわゆるナチュラルワインと言われるような作りになっているとは思うんだけど、なんかちょっとねその土っぽい香りとかね、ちょっと濃厚的な、これ牧場っぽい香りのような感じの、要素も多少あるんだけど、フルーティーな感じもねすごい奥の方にあって、うん、なんかフルーツ感がなんか奥に眠ってるんで、座りにすると多分出てくるんじゃないかな、少し。うん、綺麗なね、あの本当にブルーベリージュースみたいな感じのね香りもするし、うん、あ、そういえばこれね書いてあったわ、あのね、ただね、マセラションカルボニックっていう製法で作ったって書いてあった気がする。ね、シラーカリニャンは別々にマセラションカルボニックして発酵終わってからアッサブラージュ混ぜるってことねって書いてあった。そう、マセラションカルボニックっていう、まあ、あの前の醸造の仕方があるんだけど、まあ、簡単に言うとボジョレ・ヌーボーとかね作るときにやる製法の仕方で、短期間でこのブドウのその皮とか
その要素を抽出して、まあ、ワインにできるようなやり方があるんだけど、まあ、かなりそれ独特のねフルーティーな香りが出やすくなって、まあ、まあ俗に言うちょっとキャンディーコーとかちょっとバナナっぽい香りっていうのもあるんだけど、まあ、ヌーボーに出やすいようなあの特徴的な香りがあって、まあ、それが少しだけ今ね感じたからあっと思ったんだけど、そうそうこれね、マスラシオンカルボニック MC って言うんだけど、を多分やってる。すごくそのフルーティーさとその、まあ、土っぽさっていうのがね一緒にあって、うん、ルーションなんだけどすごい熱い感じのニュアンスはないね。結構ねまあ穏やかでちょっとね、まあ、冷涼な感じじゃない、冷涼地域じゃないかな、冷たさは感じないんだけど、なんかね、うん、まあ、ジューシーでフルーティーなブルーベリージュースみたいな感じの香りなので美味しそう。いただきます。お、あ、これは飲み、うん、ごくごく系だね、優しい、うん、少しなんかね野生味もあるけどね、でもそのジューシーなブドウ果汁っていうのはもう直接こうバンってくるから、なんかねもうハムとかねチーズとか、なんかそういうね簡単なつまみだけでももうごくごくいけちゃいそうな、すぐ一歩やあいちゃうんじゃないかっていうぐらいねごくごくいけるんでね、なんか優しいね、すごくタンニンが全然強く出るタイプでもないし、飲み心地がすごくいいし、まあ、軽く感じるんだけどごくごくいっちゃうからね、感じるんだけど飲んだ後余韻はねしっかりあるし、うん、味わいもやっぱりそこまでね抜け落ちていかないから、なんかそういう意味では本当にフランスのねなんかこのねちっちゃい箱のビストロみたいなところでみんなでガヤガヤしながら、そういうところでもうとりあえず料理バーンって置いて、あこれ料理バーンって言って、でこれも飲んどきなってバーンって置いてって、あーってガーって行きながらね、肉とかこう食べながらハムとかそういうながらガーって行くような、だからそういった場に合いそうなワインねの感じがする。まあねみんなでねそのホームパーティーとかね、そのまあバーベキューとかね、うん、フランスでバーベキューしたことないけどそれ外とかでなんかこうねみんなでわーってやりながら、フェリカンってやりながらホームパーってね、もうねこんなグラスとかでもなくね、そのコップとかでもねなんかいよくて、なんかこうみんなでわーってね、いやなんかそういう風景を思い浮かんでくるな、このワイン飲むといいな、そういったねなんかほんと気軽なタイプっていう感じ、うん、ごくごくいけてなんかそういう場面が思い浮かぶようなワインだね、うん、癒されるね、こういうワインはなんか飲み心地いいし、なんか重たいのとかとは全く違った、まあ重たいワインとかも美味しいのはもちろんいっぱいあるし、そういう良さもあるんだけど、なんかこういったもう気軽に飲めるようなタイプのワインっていうのはすごく、うん、今のね、ゆきおにすごい合ってるちょっと私事なんですけど、最近転職してさゆきお酒屋になったのよ酒屋になったんだけど、まあ、転職したからね、やっぱりちょっと忙しいとか覚えることとかいっぱいあるじゃん、新しい職場とかあって、なんかね結構わーってやってて、ね、過ぎ去ってきたけどね、やっぱなんかねちょっと最近ね、まあ、疲れっちゅうとおかしいんだけど、なんかね気持ちがねちょっとこのあれになってきたから、なんかねそう動画もねなかなかこうワイン飲める時間もなんかこう作れそうで作れないみたいな、なんで動画もねこうもっと撮りたいんだけどワインしかやってないみたいになっちゃって、なんかでグワーってなってるんだけども、なんかそういう時にこう癒してくれるようなワイン、そういうなんか癒して、じゃあまた明日からも頑張ろうって思えるような、なんかそういうね癒し系ワインだね、うん、うん、やっぱワインっていいなっていうね素直に思えるような、そういう風に感じさせてくれるワインだね。仕事は楽しいよ仕事は楽しいんだけどね、まあ疲れたりすることもあるよっちゅうことですよ、うん、うん、うまいね、うん、時間出すとまた変わるかな少しような気もするけど、今はめちゃめちゃフレッシュでごくごく系だね、美味しいです、うん、よし、ではまたご飯を食べながらいつも通りこの後このワインを楽しんでいきたいと思います。まあ、一本すぐ開いちゃいそうだな、これ。今、本当に、
アルコール飲んでる感があんまない。美味しいわ。よし。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。本日ご紹介したワインは、ル・ブードゥ・モンドのレシャペペルでした。2018年だ。まだヴィンテージってなかった。俺、ヴィンテージ結構忘れるよね。2018年。まあ、新しめだね。のワインでございました。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。ゆきよでございました。それでは皆様、じゃあね。バイ、バイ、バイ。